じゃあ今このスタートボタンを押した途端腰紐を洗ったことを思い出して走ってきたという。はい、今日は、新トスク朝の、あー綺麗、わあ綺麗だね、やっぱいいね、このなんだろうね、えぐくないビビッドな感じいいよね。ちょっとほらちゃんと繊維が、このカメラだとわかる、ちゃんと繊維が残った感じのね染め具合にしてあるんですよ。ドブッとなんか全色同じ色っていうんじゃなくて、ちょっと風合いが残ったいい色なんですよ。そしてテッセンの手ぬぐい半襟と、はい、レースの着物ですなんでレースの着物かというと、モタハンさんとこ行くんです。またかよみたいなね、またなんですよ。ちょっといろいろね、お誘いを受けまして、へこへこ行きます。どんどんね、この生地を作る内部のところを見る機会が増えた去年今年ですねこう服屋さんでもないのに、あの 内情を知るみたいな感じですけれどね。レースの着物ね、あの私が昔から着てたレースの着物だと、この時期さ、もうさすがに張り付くわって思うぐらいあのなんですけれども、このレースの着物はね、ごっつい割にね、風を通すんですよね。穴がしっかり開いてるんで。なんでね、今日は、今冷房の効いた部屋にいるんですが、冷房は切ってるんですけど、まああの割に涼しい温度管理ができている部屋にいるんですけど、今日暑くなると30度、34度あたりまで行くらしいです。石川県もさすがに、今日は何日だ、30だ、うん、7月30日です。ちょっと暑い日続くっぽいね、今週ね。まあ多分店で仕事する時にこれは着ないんだけど、さすがに店で仕事するなら暑いよねっていう感じだと思うんですけど、まあ、今ちょっと車の運転してそのモタハンさんのとこまで行って、ちょっとあの生地作っている工場に、あのテリーナさんと違うんですけどね、ちょっとあの行く用事がありまして、それなので、まあレース着ようかなって思ったんですが、多分なんかちょっとここがうまくいってない、多分そんなに暑くないかなっていう感じで選びました暑かったらまあしょうがないよねみたいな感じかな。まあベタっとね、背中に、なんだろうね、まあ確かにね、汗がうわーすごいつくとかって、夏の着物ね、あの経験される方多いと思うんですけど、まあ言うて洗えますし、あのジーパン履いたってジーパンの中汗でべっとりになりますからね、まあ夏は。言うてね、いい年こいてあの超短いハーフパンツ履くわけにもいかないし、そんなね短いあのズボン履いてあのタンクトップ着たところで、要するにあの外に出ているあの皮膚が痛いっていうだけなのでね、結局は隠さんにはいけんのですよね。隠しとるところは結局はそれなりには汗はかくと、汗をかかない衣服はないですからね、夏に。はっきり言って
そうね、扇風機ついてる、あのブオってあれなんだっけ、あのね、工事の人が最近やってるあのコートみたいな、あれだったらまあ扇風機ついてるんである程度涼しいのかもしれないですけどね。あれすごい、ほんとね、アルビスのお客さんでもね、ずっとあれ稼働させてる人がいるんだけどね、ほんとね、上半身だけふっくらしてね、飛びそうなんね、おじさん飛びそうだなっていつも思うんだけどね。はい、今日逆につけてみましょうか。どうだろう、私なんかこっちの方が私には合ってる気がするんだよね。やっぱこっちだな。なんだろう、この暗いところを上に持ってきた方が背が高く見えるのやもしれん。ささやかな期待。どうしても背が高く見せたい人。身長高いのに憧れがあったんでね、あの私今155センチなんですけど、身長がいろんな155センチいるじゃないですか。あの小学校の5、6年の時にもう150センチいってて、そこで背止まった方って結構女性で多いんですよね。そういう方はなんだろう、小さい時に目線が大きい子の目線だから背が低くてもそんなに低く見えないのよね、経験上。背が大きい人の動きをしてるの。でもちっちゃい時からずっとちっちゃくて、じわじわ155センチになった人っていうのは身長の割に小さく見える。どうしてもあのずっと小さいとこにいたから、でそのまんまそんなに小さくない人たちのところで止まったので、身長より動きが小さく見えるというか、目線が小さく見えるというか、仕草がちびっこの仕草になるんですよね。それはね、なんかすごく感じますね。やっぱちっちゃい時大きい人の155と、ちっちゃい時からちっちゃくてやっと155になった人とは動きが違う。もう小学校の高学年で150まで行ってて止まった人っていうのは150センチ台の割にでかくなりますね、経験上。私はね、小学校卒業するとき140ギリギリあったかなぐらいの身長で卒業して、でほら女の子って背止まるの早いって言うから、あやばいこの子150いかないんじゃないって親めっちゃ心配してたんですよね。じわ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 伸びましたよ。中学卒業するときが153で、高校卒業するときに155まで行きましたね。150に行ったのがね、確か中3の時かな。あもう嬉しくって走って家に帰ったの覚えてますもん。もう私らのうちの家の親にとっては通知簿よりの成績よりも身長が伸びたことの方がよっぽど嬉しかって本当に喜んでましたね。あこれで普通の大人のサイズの服着れるねって喜んでくれましたね。でも残念ながら服じゃなくて着物になりましたみたいな感じやけど。父親がね、160、自称ね、自称160の男なんでね、結構小さいんですよね。母親は158あるんですけど、父親がかなり小さくて、手も短くて。でね、自称158の母親と160の父親が、この蛍光灯を電球を変えようとした父親の方が手が短くて届かなかったっていうあの、ね、あのことがあって、あめっちゃ面白かったね。
なんで届かんのんよ男のくせにって私がねめっちゃ笑っとってさ、使えねえなとかっつってて、うちに背が高い人いないのかよとかって言ってて、結局そのなんかね階段の下の電球でちょっと危ないんだよね帰るのがね、昔の家ってねそういうとこに危ないのがあるんだよね。で結局ねあのマネージャーが家に遊びに来てる時に変えてくれて、あ すぐ届くすごい背高いって、マネージャーもそんな背高くないの、168ギリギリないぐらいの人だから、なんかねうちの家 あの明らかに背が低い人たちが多すぎる事件がねありましたけどね。マネージャーはそんなに背高くないんですよ、体も大きくないですし、結構なんかねあの動画で映ってると大きい人に見られることあるんですけど、マネージャーはあの男の人たちの中に入ると華奢です、小さい方です割に私と並ぶと結構差があるので大きく見えるんですけど、多分ここで一回モタハンさん着替えてるの見てたら分かると思うんですけど、あの全体的に小さい家です息子とあのマネージャーも背そんなに変わらない、同じぐらいなんですよ、息子の方がちょっと大きく見えるんですけど、ここが肩の長さが長いだけで実はねそんなに大きくない、多分ね大きい遺伝子がない感じかなまああんま食べないしねそこまでね、みんなうちの家は、はい今日こんな感じでございます。はいかっこいいですね、後ろとかほら青いスケスケの、はいレースの着物ですね、浸透スコアサとテッセンの手ぬぐい入り、この組み合わせがすごく好きで一時こんな感じがするかもしれない。そして帯が新品のペラ帯のピンクと紺色を合わせてみました。かわいいねやっぱりこの帯、なんで売れ残ってたんだろう心屋さんで、めっちゃかわいいのに、絶対健常柄より可愛いわ。はい、そして、緑の帯締めですね。で、足元が、はい、緑の花柄の裏垢ね。はい、村井さんで作ってもらった足袋で。かんざしが、これがね、金魚さんの金色の今日はかんざしにしました。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。はい、それで、今から、また福井に行かなきゃいけなくって、余裕を見て動いていたつもりなんですが、モタハンさんにパン持ってきてって言われて、あらそのパンはね工場にしかないパンだねっていうパンをあのお願いされたので、工場に寄らなきゃいけないので途端に時間がなくなりましたので行ってまいりますなんだそれみたいな、どうしてもねパン屋なのでね、パン屋さん来るとパン欲しいなついでにってみんな絶対思うよね、そりゃね私もそう逆だったらそう思うもん、そうだろうなってだよねって思うもんね。あの本当ねあのこういう時にね家の中であのなんていうのかな、家とくっついてたらねすぐ商品持っていけるんだけど、なかなかそこが不便だなとは思うんですけどね、まあ家とくっついてないからこそあの他のことができるっていうのももちろんあるんですけどね、うん、まあそんな感じなんですよ。まあねまあなんだろう、黒糖パンは工場にしかないよっていうことです毎日焼いてないよって、冷凍ならあるよっていうことでございますはい、黒糖好きな方多いよね本当。黒糖食パン柔らかくて美味しいんだけど仕込むのが大変でね、あれはなんかうーん大変そうだなって思うんだよね、砂糖って水出すんだよね本当に本当に塩もそうかもしれないけどね、砂糖もねすっごく水分をね出しちゃうのよ外に、水としてバーっとね、なのでねなかなかベタベタになっていくんですよね生地がね、大変な生地でございますね、うん、砂糖と塩っていうのは、まあ、似たような作用がある気がするな、しょっぱいと甘いは全然違うけど、うん、例えばなんていうの、食品を腐らせないっていうのも砂糖も塩にも関連されてるしね。
あととっても美味しいけどいっぱい食べると体の害になるっていうのも一緒だしね。うん、それにそうね、あとあんまり大量に食べるとどっちも胃は荒れるよね。しょっぱいのも胃荒れるし糖分も胃が荒れますよね。うん、ほどほどがでもね人間にはなくてはならない食べ物ですよね。お砂糖もお塩も砂糖抜き塩抜きっていうあの食生活は本当に絶対に良くない。そういうねあの過度な、なんだろうバランスを崩すような食品選びはしない方がいいと思います。はい、人間は所詮雑食です。いろんなものを適当に適量に食べるのが一番適当にあのいい感じなわけですよ。なんで偏ってあのなんだろう健康食品で偏って大量に何かを取るとかっていうのも本当は人間の体には合ってないことだなと思うんですよね。バランスよくいろんなものを取ってありがとうございますって言ってあのいただくのが一番かなと思います。ちょうどねパンの注文があったのでそんな話をしました。パン屋みてえだなんか照れくせえ。はい、もうで、外は暑いと思いますが元気よく行ってまいります。福井県にすぐお隣福井県行ってまいります。でもちょっとね昨日あたりからちょっと本当にあの嬉しいお誘いがありまして、まあ、その前からねちょっと来年の嬉しいお誘いを受けているんですけれども、うん、まあ、これはね多分ギリギリになっても言えるのかな。終わってからじゃないとお伝えできないかもしれないですけどね。楽しい出会いがございます。こうご期待でございます。はい、うん、YouTube やってて、よかったなと思いますね。ただのね着物好きの、40過ぎのおばさんでございます。パン屋のお母さんでございますがね、まあ普段で着物着れる人が普段着で着物着れるっていうことがいろんな本に載ってたりとか、まあ、ブログとかにも書いてあったりするんですけど動く映像としてじゃあ普段毎日着物着てる人はどういうふうに着てどういうふうに生活してるのっていう映像がないなっていうのからもし映像があれば本当にそういう人いるんだったら安心して普段着で着物っていう選択もできるなとかね、私みたいに生活着で着物を着たいとずっと思っている方っていうのは私以外には絶対いるはずだと思ってたのでね、そういう方たちの後押しになればなって思ったんですよね。だってこの人着てるじゃん思えれたらいいなと思ったんです。ただそれだけの感じだったんですけれども、それがねこうどんどん広がっていってですね、いろんな方とつながってその呉服屋さんもそうですし、YouTube を上げている方、着物のね YouTube を上げている方ともつながったりっていうのは非常にねありがたいなと思っております。なぜなら私だけが素人だからですね。完全に、もう全然着付けの先生でもなければ呉服屋さんでもないんですよね。パン屋なんですね私ただの。ですがねそういう本当のそれをなんて言うんですか、そこで営んでいる呉服屋さん着物の仕事で着付けで生計を立ててらっしゃる方たちと本気の方たちとつながれることができるっていうのは非常に光栄だなと思いますね。私ごときが本当にありがたいなと思っております。はい、本当ただ着てるだけなんですけどね、着てね本当にずっと着てるんで、単純にこれは着やすいよとか
こういうのが嬉しいよねとかそのまんま言ってるだけなんですけどね。そのね、あの言葉に耳を傾けてもらえるのはやっぱりこういう YouTube とかがあの盛んになったおかげだなと思いますね。うん、それがもう10年前だったら全然違ったよね。それはすごく思います。なんかとてもあの光栄なことだなと思います。はいで、まああのうん、でもやっぱ着物は着るものなので、うん、誰に教えてもらうというあの何かお免状が持ってるというわけでもなくても、自分でなんか、私は本当にあの着物を着るときに自分の親から教えてもらった着方と、あとはあの本で全部あの学んだんですよね。で本で学んでそれ通りに着ました。なんかこの着方でちょっとここ痛いんだよねとか、ここなんかうまくいかないって思ったら、次の本見たらちょっとやっぱり着方が違うのね。でその着方のここをもらって、で次の本見てまたここをもらって、で、リサイクルの着物を長襦袢を見て、あ、こういう工夫があるんだって言ってそこをもらってってやって今にあるので、あの本当に誰が先生なのかっていう謎はありますけど、あのいろんな方 の, あの本から、吸収して自分の経験と自分の生活と自分の動く癖とに合わせて着ております。はい、そんな感じでございますね。そんなあの自己流という、でもね、普段着って基本的に自己流だと思うんだよね。あの自分で普通に着れるっていう体の下で、あの清掃の 着方とかっていうのを綺麗に着たくて学校に行くっていうのが本来の流れなんじゃないかなと私は思うんですよね、本当はなのでね、そういう感じで、あのなんだろう、うん、あの普段着は気楽に着たらいいんじゃないかなって思います。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。パン持ってかなきゃいけないので急いで行ってきますわ。はい黒とピンク合うね、かわいいね。あ、本当にね、黒にしてよかったね、何でも合うわね。あのすっごいゴリゴリのレースのとかつけても全然可愛いよ、この着物は。黒でレースなので。でもね、あのそれこそ長襦袢じゃなくてワンピにしてもね、カラーワンピースにしてもまたそれは洋服と着物のミックスみたいな感じで面白いと思うし、あのとても楽しめると思いますね。この着物であのコーディネートをどれだけ楽しんだとしても誰も何も言えないと思う。あのなんだろう、レースの着物の正しい着方って何もないから、うん、だから本当に自由に楽しめると思います。で、本当にね、あのしっかりとしたあの丁寧にあの刺繍されたレースがもともとね、あのなんていうのかな、うん、なんて言ったらいいのかな、ケバケバしく見えるレースではないんですよね。もともとこのレース自体が持ってる上品なところがあるので、自分流に崩してもあのケバケバしくあの見えることは逆にないので、あの安心して来てもらえたらなと思いますね。若い子だってあのいやらしくは映らないレースなんでね、楽しんで来てもらえたらなって思うんですよね。この本当に早うシントスコアさ作ってもらおう。はい、そんな感じです。それでは皆様良い一日を。みんちゃん飛んで、みんちゃん、みんちゃん上手、みんちゃん直したてのおもちゃワクワクしすぎわーすごい、みんちゃん上手。
ビーちゃんかっこいい。おー、ビーちゃん、ビーちゃん魚見て。おー、ビーちゃんかっこいい。ビーちゃん上手。ビーちゃん上手。どこ持ってくの、ビーちゃん。あ、ビーちゃん上手やね。ビーちゃん持ってきて、こっち。それはできん。ビーちゃん。転がった。ビッちゃん上手。どうしたい？ビッちゃん持ってきてくれんと遊べんやん。ビッちゃん上手に戻ってきたね。ビッちゃんだけ。どうしたらいいんだね、これ。ん？おー、ビーちゃんすごい。ぶつかる。瞬間にこんなのならいいね。うん、ピンちゃんやっぱトンボ好きなんじゃないの。よくタマトンボ食べとったよ。すごいキュッていう。おー、すごい、すごい。ジャンピングキャッチ、ビンちゃん。ビンちゃん上手。パタン。持てちゃった。持てちゃったね、ハックン。ビンちゃん持てちゃったね、ハックン。カメラのズームがよくわからんね。ん？ズームないんじゃない？うん。撮影中はしないでくださいって書かれた。ごめんなさい。怒られたよ。カメラに。かわいい、ビンちゃんかわいいね。上手にできたん。上手にできた。上手にできたね、ビンちゃんね。あ、ののちゃん。近い、急に近い。ののちゃんもしたいの？ののちゃんもしたいの？ズームポケットはズームないんだって。あ、ズームないのか。自分でズームしてくれた。ののちゃんが自分でズームしてくれた。あ、塩つきました。りんちゃん疲れた？ビンちゃん疲れた？ビンちゃんもズームしてくれた。はい、ビンちゃん疲れた？ビンちゃん楽しかった？まだしたいの？めっちゃ録音されとるね。ここで待つん。ここで待つ。ここで待つ。ビンちゃんはここで待つ。ここで待つん。ここで待っとったらなんかいいことあるかもしれんね、ビンちゃん。ね、ビンちゃん。かわいい。ビンちゃん、かわいいね。
ちゃんの耳毛ふかふか。フォーカスができませんって怒られた。